荒川区のマンションで50代の夫婦とみられる男女が VR 機器の接続したまま倒れていたことが確認されました。今月に入って5件目の VR 機器のこのような事件は世の中を揺さした。一方で北日本では VR 機器が進化するための参加しない思い出せない景色だって全部無意識に記憶している。そして人それぞれ違った形で歪んでいく。失うことも忘れることもない。でも僕たちの未来が壊れてしまったことに変わりはないんだ。完成まであと2つの部品が必要だった。329863。どうしたの？この間で終わりだと思ったら。まだオフィスに忘れ物があって。なるほどな。でもやっぱ今やめちゃうのもったいないよな。せっかくゴーサイン出たのに。まあやることはやったから。そっか。顔色悪いな。あれ治ったんじゃなかったの？最新医療でも風邪は治せないらしい。そうか。まあゆっくり休みな。あ、ゆいちゃんによろしく言っといて。分かった。じゃあ。逃げたくて逃げたくてしょうがないんだ。ゆいも分かってるんじゃないかな。一つで終わりだ。繋がっちゃってるから、もう私はどうしたらいいか。何度も言ってるように、もう自己責任でってお願いしてるんです。夫が裸で動かない、なんで分かってくれない。いやいや、あんたが撃ったんでしょ。そういうの多いじゃん最近ね。でもそれうち関係ないよ。死んだら元も子はないでしょ。今じゃもう、いやだからあんたの旦那が選んだことでしょ。そっちなんだよ、そっちの方が良かったんだよ。そんなこと、うちに言われたってどうしようもないよ。何も本当思い出を見て幸せの最後だったんだろ。何言ってるの。こんな機械のせいでみんな狂ってくるんだよ。最初から狂ってるよそんなの。ほら
お客さん来てるから早く帰ってくれ。なんじゃないのよ。こんな店訴えてやる、潰してやる。潰せるもんなら潰してみろ。何見てんのよ。偽物じゃないんだよ。いらっしゃい。例のスキャナー部品をお願いします。あ、安野さんね、できてるよ、取ってくるから。いや困るよね、ああいうの。弱い人はみんなあんなっちゃうよね。はい、これね、解像度をめちゃくちゃ上げてくれるぞ。俺もちょっと試したけど、びっくりしたわ。ワンマハの増幅係数は 40Hz で 28.6。 大丈夫そうですね。ああ、前通り。いつもお世話になってます。やめたんでしょ。そうですね。どうするの。時間もできたので海にでも行こうと思ってます。はあ、海ね、長いこと行ってないな。まあ、海は綺麗ですから。うん、じゃあ帰ります。ありがとうございました。過去に生きてばかりいるとすぐ年を取るぞ。ご忠告ありがとうございます。それでは。未来は薄暗くて何も見えない。都市の光がいくら照らそうとしても過去のことはこんなに鮮明なのに。Thank you.
に選ぶ力があるのに。水族館行ったらさ、何が一番見たい？クラゲかな。クラゲ？クラゲ怖いからな。一回見ようよ、イルカ。クラゲ怖いの意味わかんない。イルカの方が可愛いよ。絶対クラゲの方が可愛いじゃん。そうかな。だってクラゲビリビリすんだよ。ほら。やだ。クラゲって中には24個の目を持っているやつもいるらしいよ。脳も心臓もないから、ただいろんなことが見えるだけだけど。しかも恐竜よりずっと昔から地球にいるんだって。今日の空も だからもういいんだ。今はもう何もないし、どうでもよくなっちゃった。ゆい、ごめん。あそこしかもう居場所はないんだ。だから僕はあそこで生きることにした。じゃあね。
えるようになるのかな。